サンタのところ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 伊藤サンタです。だらだらとキッチンを作っています。こう去年からね、去年だよな。キッチン、ここにキッチン作って、ご飯作るところを、一つはね、皆さんに見てていただきたいなと思ってキッチンを作ってきて、まあ、どこまできっちり作り込めるかって、もうね3月も終わりになってきてんでね、今年は早い、雪解けも早くて土も見えてきてるんでね、外でいろいろ仕事ができるようになってきたので、まあまあ区切りのいいとこで、こう稼働させるような、空間に仕上げたいなと思って、今仕上げっていうのかな、とにかくやっぱりね、キッチンの収納もの道具がねきちんと、で最終的にはこう空間を壁で囲もうかなと思っていて、ここに出入り口、出入り口どこかなと思ってたんだけど、ここに出入り口で棚、棚でここに、出入り口60センチ、60、60、サブロック180、作って、照明もちょっとこっちか、でもこれ蛍光灯をこっちにしちゃうかな。未だになんかね、考えながら作るって情けない、設計図ねビシッと決めれないんだよな。まあでもね、ひとまず区切りのいいとこまで作ってしまおうと思っています。ここに60、奥行き30かな、60、30の棚2つで、上も棚にしちゃおう。2メートルくらいのね通路を作って、はい、そしてね、山菜やらなんやらね出てくるので料理したいな。ガスね、ここに瞬間に沸かし器つけたいな。ガスケーブル欲しいな。ランニングコストが問題だな。まずはでも棚作ります。棚頑張るぞ。どれだけ遠くまで歩けば大人になれるの、どれだけ金を払えば満足できるの、どれだけミサイルが飛んだら戦争が終わるの、その答えは風の中さ、風が知ってるだけさ。いつまで追いかけられたら静かに眠れるの、どれだけテレビが歌えば自由になれるの、どれだけニュースを見てたら平和な日が来るの、その答えは風の中さ、風が知ってるだけさ。どれだけ強くなれたら安心できるの、ご苦労様です。どれだけ嘘をついたら信用できるの、いつまで傷つけあったら仲良くできるの、その答えは風の中さ、風が知ってるだけさ。したがってどれだけ風が吹いたら解決できるの、どれだけ人が死んだら
悲しくなくなるのどれだけ子供が増えたら何かができるのその答えは風の中さ風が知ってるだけさその答えは風の中さ風が知ってるだけさひとまずざっくりと棚を作ったんです。ここで、ここバタンバタンとなんていうのかな、ね、出入り口にしてこっちも閉じちゃおうかなと思ってますけど、今日はこの辺でおしまいにして。また続いていきたいなと思います。頑張っていきます。